はい、こんにちは、ケイソウです。はい、どうもハネムンです。ヴァンパイアサバイバーズやっていきたいと思います。コレクションを見ていただけると、前回解放したアルカナ、最後のアルカナですね、こちらが映っておりますが、まあどうやら、特定の武器に、特殊なダメージゾーンが追加されるみたいなこと書いてあるんで、まあこれを使ってやっていきたいのと、あと新キャラも解放して、コスモちゃん、これも解放してまだ遊んでないんで、コスモちゃん女の子ですね。はい、この子は最大体力が低いと、でもこうやってリジェネがすごいんで、まあ一気に死ななければ常に HP 全開するよみたいな感じのキャラだと思うんですよね。なるほどね。まあこれで遊んでいきたいと思います。バオンゾーン、いや難しいだろうな緑の地か、まあちなみに緑の地もむずいけど、むずいよ、むずい、クリアできるか分かんないけど、まあとりあえず緑の地、こうなやっていきたいと思います。はい、じゃあこれですね。それね、ニンニクとペンタグラムとソンゴウマラとクロックランセットと月桂樹と引き寄せ、はあ、なるほど。じゃあ引き寄せ絶対アイテムとして通るのと、3、4、5、武器が5か、武器が5、じゃあもうこの武器マックスでいこうか。あれ、うん、そうね、はい、OK、でもクロックランセット月桂樹か、なるほどね。まあ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 、ちょっとあれですけどね。さあ、じゃあこれを選んでいきたいと思います。はい、でそう、コスモなんですけど、はい、あのいきなりちょっとちゃんとやってくださいよ。だからちょっと最大体力が低いんですって。はい、ということで、最後のアルカラでございます。ニンニクとペンタグラムとソンゴウマラと、クロックランセット月桂樹で特別なダメージゾーンが出現すると。でなんか引き寄せも影響してるみたいなんで、まあ、これも取っていきたいと思います。はい、拾う。はい、で、このコスモちゃんはいきなり白い鳥と、あ、もうあるね、ゲージ、早速あるね、エリアが。これ何のエリアだ、この周りの。ほん、まあでもピジョーネ取る、さすがに。アイテム5個取らなきゃいけないから、武器ね、武器か、そっか、だからそんな枠ないかな。まあでも鳥見たいけど、まあまあ鳥がいっぱいいるの見たいよね。じゃあ合体させるか。そう、見たくない。合体させるか。見たいでしょ。はい、じゃあ鳥、この最初からいる鳥はその武器の欄に入らないらしいですよ。はい、ただ単純な鳥ね。はい、だからもう常備してるみたいな。ああ、ニンニクみたいなゾーンができてるから、まあ当たるのはダメだけど、うん、ランセット、クロックランセット、はい、ちょっとこうそのゾーンに敵を入れるような。いてててダメージ入ってます。なんかある、なんか、なんかある、なんだろうこれ、なんかある。これはクロックランセットだ、きっと。はいはいはい、クロックランセットが当たると同時にダメージゾーンを生成してるみたいな感じですかね。そこに引き寄せる感じで。はいはいはい、どこに出てるんだ、当たった自分。なるほど、出た時に自分から出てる。はいはい、出た時に自分に範囲が出てるけど、そんなダメージが出てるようには。いや、まあニンニクぐらいだから。ああ、なるほど、うん、はいはいはい。まあなんかでもちょっとあれですね、模様が中二心をくすぐるようなかっこいい感じですね。ろうそくで範囲広げても面白そうだな。これ広がるのかな、広がるかね、ちょっと取ってみようか、まあ、はい、広がってる、広がってるかどうかわからない、わからない、うん、まあ 10% ですからね。あ、なんかでも広がってる気がしません？そんなことないですよ。広がってない。あ、広がってないですか、うん、はい、いや広がってる、広がってる、あ、じゃあ広がってますかどうかわからない、はい、敵倒さないとちょっとダメですよ。ちょっと待ってくださいね、あの、はい、これ HP が低いんでちょっと怖いんですよ。いやいやいや、まあまあまあ、もう一回取り直してますからね。コスモちゃんは、はい、あれですよ、あの HP を、最大 HP を上げれるといいみたいですね。はい、で最大 HP を上げるには、あのなんか1個前だか2個前に取った報復のあるかな、反射のあるかな、はい、あれがとてもいいみたいで、はいはいはい、なんか愛の加護を取るとニンニクが進化します。いきます。はい、で、シグマを使った時に初めて使ったアルカナだと思うんですけど、反射するやつ、アーマーとか取らされて反射するやつ、はい、あれは分かんないけど、ね、あ、覚えてますか、うん、報復ダメージっていう反射ダメージで敵を倒すことによって、うん、OK、最大 HP が上がってたんですね。だからシグマの HP とんでもないことになってたんですけど、うん、まあ分かんないよそんなの、実はシグマの、まあまあまあ、実はアルカナのせいで上がってたっていう。なので、まあ、この子も、うん、その報復のアルカナを取って最大 HP を上げると、まあ、めちゃくちゃ強くなるということで、うん、なるほどね、はい、清水の方が良かったね、鳥よりね、うん、まあまあまあ、はい、まあとりあえずじゃあ黒引き寄せれば、引き寄せます、うん、はい、あ、これさ、うん、あ、無理か、さすがにこの範囲では殺せないぐらいなのか。これすごいでかくなったな。うん、ちなみにでかくなったね、かなりかなりでかくなったね。もっとでかくしようか、でかくしようか、うん、これクロックランセットのやつででかくなってんのか、引き寄せを取ったことによって全体が大きくなったのかな。どっちかね、
ろうそくでいっぱい引き寄せちゃおうか、引き寄せちゃおう、でかくしちゃおうかな。結構当たってんだけどね、こいつらさえ殺せないのはちょっと。おー、ビクトリーソード来たけど、まあ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 、とりあえずは愛の加護でお茶を濁しましょうか。そうね、はい、はい、まあ引き寄せのおかげかな、こんな大きくなったのは。当たってますかね。あ、トローナー、まあアイテム枠は割と余裕あるんで、まあ取ってもいいかな。マンナイヤのためにスカル、マンナイヤのためにスカル、ニングのために愛のカゴ、クロックランセットと、もう一個なんだっけ、あれは進化する武器、月桂樹はガリ、進化する武器もう一個進化する武器は、あ、ペンタグラムだ、ペンタグラムか、だから王冠が必要だ ね。で、ってことはトローナー取ってもいい、取っていい、じゃあトローナーでいきます、はい、はい、さあ経験値稼いでって、こんなちゃんとバンサバやってんだちゃんと考えた、ちゃんとやりましょうよ、せっか初めてのやつですから。テイキン取ろうぜ、あ、王冠来ましたよ、ペンタグラム来たよ。どっちから先に取ろうかな、ペンタじゃね、武器少なくね、あ、じゃあペンタ、あ、王冠からがいいか、王冠取ろうじゃ、うん、うん、はい、ちょっと5秒ぐらい早く言ってくれれば間に合ったんですけど、俺も王冠かなと思いつつ、まあでも武器少ないっていうその甘いささやきに釣られてペンタグラム取っちゃいましたけど、まあ鳥だから武器あるしね、まあね、うん、まあどっちなんだよ俺鳥が増えるアルカナ見てみたい、あー確かに、あー、めっちゃ気になる鳥何匹になるんだろう、今だって3匹でしょ、今3匹、ワンチャン鳥8匹になりません、いや5匹じゃない、合体しちゃうから、最初の白と黒はまあ残るにして、普通その最初と白の黒も増えるみたいな。わあ、マジで？ない、ないか。あ、ラッキー。え、ラッキー。え、なにそれ？なにあれ？わからん。なんか上に変なのが残ってる。なにあれ？あ、ペンタグラムのやつだ。あー、ペンタグラムのダメージゾーンか。そうだ。したな。まあ、取っちゃうか。オッケー。早めに合体させてみたいな。そうしましょう、そうしましょう。あー、ペンタグラムのダメージゾーンはそんな感じね。へぇー。場に残って、なんかちょっと何回か。ピコンピコンなんかちっちゃいのが4つぐらいあったよね、今ね。ピショーネ上がりすぎでは。ピショーネ早いね。どんだけ来んだよ。あ、ほうれんは。ニンニクか。あ、ニンニクはそうだね。必要なもんだね。まあ、取るか。ニンニク。うん。オッケー。さあ、ニンニクのダメージゾーンは？ちっさ。あ、なんか。あ、なんだ、違うか。なんだ。どれだ？どれだ、ニンニクのダメージゾーン。ないか、今のところ。あ、でもなんかほら、歩くとちっちゃい輪がほら。え？ほら。あーほら、どれ、あーごめん、後ろのやつ注目してて死んじゃった、うん、ごめん、どれ、ちょっと歩くとさ、ほら、ちっちゃいのが、やべやべ、俺また死んじゃう、また死んじゃう、こんなことしてたらまた死んじゃったあー終わりだ、あー大丈夫だ、こいつの能力で復活があるんだ、あ、はい、やべ、あーペンタで、ペンタでね、はいはい、え、なんかさ、こいつが通った後にさ、若干小さい円ができる気がしない、見えない、はい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 、これだと思うんだよ、見えます見えます、オッケーオッケーオッケー、来てます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 、あー分かります、あ、オッケー、ペンタで、ね、来てます来てます、分かります、そういうことか、おもろ、やばい、いていて、ダメージがいて、ダメージ一瞬で回復はするから大丈夫、回復はするけど、回復は一瞬でするから、もうさすがに復活ないよな、ない、ちょっと慎重にいかないと、慎重にすると死ぬんだよな、あ、危ない危ない、食らい続けなければどうということはない、ナイス、一瞬で回復してスカロー倒す、スカロー倒す、でもこいつら自体マジ弱いから、そうだね、そう、捕まらなければ、おーっと遠距離ドラキュラをやってきた、下無理な時に焦って突っ込まないでちょっと止まって、はいはい、殺してからでいいと思うよ、うん、その範囲で十分やれるから、はいはい、いつしか上に戻りたい、いつしかね、いつしか上に戻りたいと思ってます、経験値がね全然拾えてないんだよ、いや戻れるか、今今だったら上に戻れそう、鳥が回転したタイミングで、オッケーオッケー、クロックランセット引き寄せ、クロックランセットしようかな、ね、オッケー、ペンタグラムオッケー、宝箱、あれ進化だな、あれ進化可能宝箱だな、まだ進化しない進化しない進化しない、鳥がまだレベルマックスじゃないから進化をしないと、うん、じゃあちょっとこの辺の経験値を回収しつつ、黒鳥をマックスにした下げ、あとレベル2、うん、鳥マックスにしては別に強くないんだけどね、わあわあ、虹鳥になれば、あ、来た、目玉、目玉が来たか、それ、これアルカナだよね、それアルカナ、オッケー、それ先取りたいな、そうだね、それ先取って鳥増やしたい、あ、きついきつい、鳥増やしたい、鳥増やしたい、鳥増やしたい、来て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 、オッケー、おい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 、
見づれー、見づらいねー。俺ですら今もう分かんなくなってる。お前が分かってないと思う。俺一応見てよけてるよ。一応見てよけてるよ。うん、うん、運だと思ってる。あ、運だと思ってる。そんな運続かねえ。痛ーい、危なーい、危なーい、死ねえ。あの目玉いつまで生きてんねん。いつまで生きてんねん。いつまで生きてんねん。あ、目玉がガンセットで止めちゃったね。止めちゃった。ちょっと当たった。うわー、ペンタグラムで経験値が消されて、でも宝箱消せなかったのは偉いわ。アルカナの宝箱消されんのえぐくね。やだね。炭だよね。ペンタ早く上げてえな。ろうそくで範囲上げるか。早く死んどくれー。うわー、これあれか。いやカペラの12分だ。カペラ12分か。目玉2体、目玉2体いるね。頼む、取るか。あるからでやってくれ。よし、ありえる。さあ、じゃあ鳥を増やしたい、増やしましょう。鳥の妻、まあ、ここじゃないか。あ、これじゃない、これか。リセットウェポンカウンズ、そうね。オッケー、じゃあ拾う、拾って。さあ、鳥どうなる。おあ、ああ、ええ。まあでも8体はいないかな。減ってないですか。減ってはない。あの白鳥と黒鳥がね、重なってるんだよ。重なってるのか。うん、あ、なるほどなるほど。じゃあ今6体いるはず。6体いる、6いる。なるほどなるほど。6鳥。おー、すごいね。鳥だけで飛んだ。鳥、鳥、6鳥、6鳥かー。8鳥になってほしかったわ。じゃあこの円が今8個体の周りぐるぐる回ってるってことね。6個ね、6個が、うん、回ってるってことか。そう。おお、なるほどなるほど。ほらほらほら、6個回ってる、6個回ってる。すごい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 、うん、すごい。よくわからない。なんかでも安心感あるわ。確かに、うん、強くなったのか、敵が今一瞬弱くなってるタイミングなのか。弱くなってます。弱くなってるか、うん、じゃあまあ、ブニュニュニュ、あらら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 、弱くなってましたよね。弱くなったね、うん、はい。クロクランセット、はい。これもう下に逃げるしかないので、宝箱一生取れる。いや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 、円をよく見て、磁気回りと円をよく見て、円をよく見て、うん、円が光った瞬間に、光ったところに行ける。こうやっていくわけね。そうそうそう。うわぁ、つれぇ。磁気回りもちゃんと見てね。あ、つれ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 。磁気回り見てね、ちゃんとね。磁気回り見てるけど、磁気回り見てね、うん、見てるけど。磁気回りもちゃんと見てね。いや、つらいが。そうなんだよ、こいつらね。あんま見てらんない。強いんだよね。あんまり見てられない。このハーピーには、うん、ショットなら当たっても平気。ちょっとなら当たっても平気。クロックランセットに行くのも手よ。はいはいはい、クロックランセット今右ね、下ね、次ね。下、はい、下、真下。勇気持ったね、勇気出したね、今ね。ファイヤー。あ、これあれだ、おかげで全方位ファイヤー。全方位ファイヤーのおかげで、アルカラのおかげで全方位ファイヤーになってる。全方位ファイヤー。おかん、おかん、あ、溜まってる、まさかの溜まってる。引き寄せ、あれだね、上の方の経験値が全部集まってきたね。そうだね。オッケー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 、よしよしよし、早く取り上げて。いや、取り上げてもでも辛いことには変わりないんだよ多分。そうなんです、実は。王冠、ここに来て王冠ラッシュ。王冠ラッシュありがたいよ。王冠ラッシュありがたしよ。あー、ファイヤー、ファイヤー終わり。地獄の時間、地獄の時間。うー、宝箱取っちゃった。あ、まあまあ嬉しい。ラッキー。そして進化、進化ありがたい。進化ありがたし。うん、遅いけど早いな。早いけど早くないけど、密がすごい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 から、密がすごいから動きづらい。あ、やばいよ、死ぬよ。でしょ、2回連続で食らわなければ大丈夫。よしよし、本当は多分上に宝箱あるんだよな。ああ、そうなんだよ。ペンタ、あー、ナイス。OK、ペンタトラップが。うっしゃー、はい、大丈夫、落ち着いて落ち着いて落ち着いて。クロックランセットの方向よく見て。よし、結局この技を使うのか。ああ、結局な。結局つらつれつれ。右蹴るよ、右下、左下、真下、左下、真下。ニンニクかな。ティラミスがこっちを見ている。ティラミスこっち見てるけど、まあ、スカル取りたい目。でもティラミスなくなればスカル取れるよ。俺ティラミスだと思います。ティラミス、はい。いや俺ね、な、絶対死ぬと思う、うん、はいはい、わかるよ。お前が弱いとかじゃなくて、絶対死ぬと思う。これは無理よ、うん、さっきから見てて、だってもう辛い、死んでもおかしくない。うん、まあでもここ心に余裕ができました ね、まあ、ね。いや逆にそのやっぱマンナイアのためにどっかでティラミス消費しなきゃいけないから、わざと死ななきゃいけないんだけど、もうその時が来るようだ。やばい、ランセット、今ランセットだよりだからな。っていうかマンナイア来た方が強くね、これ。ちなみにこいつら当たってもそんなダメージねえから、
まあ割と突っ込まなくていいけど、まあまあ うん、そんなに怯えなくてもいい。ペンタ？ペンタいくか。よし。これはありがたいね。全然経験値拾えてなかったからここで武器が強くなる。5レベル上がるのでかいよ。頼むわ。全部トローナで8とかいったら面白い。いやートローナ上がっちゃったらもうリセットですおペンタ来る。いいね。さあペンタ発動。オッケー。もう消えんべ。オッケー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 。まあ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 、そうだ。もうペンタ消えんべ。いこう。なんでもいいっす。ろうそく。破壊シャボ上げてきた。ペンタ、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 ナイスペンタ。はい、ペンタ、ペンタ、ペンタ。ペンタトラップがいろんなところに。ペンタトラップ。なんかこれすごいでかいのはあるけど、これはクロックランセットのやつがここまで成長したということ？どれ？この、このすげえでけえの。あ、そう。あ、なるほど。すごいな、でかくなるね。あとは、まあ破壊者しかない。マナや全然出ないね。そうなんだよ。ソングオブマナね、あれが来てるだけで結構序盤楽だったんですよ。月桂樹とソングオブマナもちなみに来てない。月桂樹も来てないのか、うん、ペンタ上げちゃおう、まあ、まあペンタ上げちゃおう。こいつらラッキーだったな。でもそうだ、あれが待ってね、うん、今俺漆黒の翼って見えたんだけど。え、俺見えたよ今。あったよね、漆黒の翼をこっから取れるってこと。今見えたよ俺漆黒の翼って。マジで？え、多分気のせいじゃない、さすがに。え、みんなあったよな。だとしたらおかしなことになりますよ、ハルムーンさん。あったよね。あれ、そういうことだっけ。あれ、破壊者の後って出ないはずですよ。合体した後って取れ、出ない出ない。破壊者は合体してももう出ないよ。それからカウンターあれ取ったおかげでなんかおかしくなった。おかしくなったか。でも月桂樹来たね。まあ取るか。でもなんか鳥探す。でも月桂樹どっちを見たいかだよね。今回は鳥見たい今回は月桂樹のあれも見ませんか。鳥はまた次やりましょうよ、はい、はい、ったった。え、マジでマジ今漆黒の翼あった。あったと思うよ俺。マジで、うん、え、すごいことにならないですか、ね、うん、お前焦ってて見逃したかもしれないけど、うん、俺はね見逃さなかった。見逃さなかった、うん、え、じゃあ最大鳥いくつになるの、それが本当だとしたら。 7鳥。へえ、すごいな。ナトリ、へぇ、ナナトリになったらすごいな。うん、トリコーチ君ができます、ね、あ、来た、下宝箱あります。お、オッケーオッケー、これペンタグラム進化。あ、いや、消えない消えない、さすがにもう消えない。あ、いや、ペンタグラム進化。あ、ってことは経験値取らなくていい。あ、楽になりましたね。おっと、すごい。お、ペンタトラップ。はい、だ、え、ティラミス最高。何で死んだ、何で死んだ、マジでわからん。今後のために知っておきたい。何で死んだ俺。わかんない、マジで。いやー、いや、ダメージでかいこいつら。三発で死ぬな。あ、ダメだ、当たれないこいつら。ティラミス、ティラミス、まあ、とりあえず、次アウェイクです。アウェイクね、はい、だったら先に取れみたいな話。何こいつら。え、なんだこいつら。これ知らない知らない知らない。ドンマリオの邪悪なドンマリオが出てきた。邪悪なドンマリオが。え、死ん、え、知らない、知らないよね。知らない。カペラマグナでもないよね。あれ、何こいつら。あ、知らない知らない知らない、知らない、速い強い。え、知らないし速いし強い。え、見たことがない。ないよね。え、俺の気のせいではない。あ、ソングオブマナだ。来ましたね、やっとね。はい、取るか、取りましょうか、はいはい、遅い来るの。ソングオブマナ、ソングオブマナのゾーンどう。わかんないもん。わかんない、わかんないよね。わかんないもんね。あ、すごい、なんかもうわかんない、うん、わかんないわかんない、マジでわかんない。わかんないし、敵が強いんだ、うん、敵が強いし、辛いし。おい、ペンタクラムナイス。やばい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 、やばい、頑張れやばい、頑張れやばい、頑張れやばい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 、来いよ。キモい。あ、宇宙が今、なんか隕石がど、う、え、どれ、わからん。月桂樹じゃない。月桂樹。でも月桂樹あんま意味ねえな。なんかたまに出る宇宙はこれソングオブマナのおかげなのかな。宇宙とかなんか。あ、ソングオブマナ、そうだね。なるほど、ソングオブマナ発動とともに隕石が降ってる。隕石が体の周りをぐるーっと回ってるって感じか。降ってるんじゃない？なんかほら。あ、降ってんの。当たってる。あ、なるほどなるほど。あれがあると思う、エフェクトが。なんか全体的にあれだね、すごいな、このアルカナ豪華だな。専用のエフェクトがこんな、こんな増えるんだね。やばい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 、死ぬね。つらい、死ぬね。いや、酪農基地、酪農の牛基地。
酪農の後ろがクロックランセット、クロックランセット、右下、右、右下、下、下、おい、次、左、おい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 、うわー、ちょっと待って、変なの発動しないで、このタイミングで、ああ、もうめちゃくちゃだよ、めちゃくちゃ、激中、激中、ナイス、激中。でガリも行きたいんだよね、正直、ね、無理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 、絶対無理。ガリ行こうよ。無理かな、マジで無理だと思う。あ、まあまあ、月経、月経中、月経中、月経中、はい、いや、無理でしょ、さすがに無理か、無理でしょ、うん、でも月経中、いや無理でしょ、ガリ取ったら、いや無理でしょ、あれだよ、月経中が進化して、無理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 、いいことを起こる、レベルが上がらん、まずそこまでいかんか、うん、リアルに、リアルに、リアルな、リアル、まあ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 、レガーも出てきちゃう、これリアル無理、おー、なるほどなるほど、うん、リアル無理です、これしょうがない、今回は諦めるか。ああ、だってお前最初に出た宝箱いつ取るの。ねえ、無理じゃん。どこまで、じゃあ無理よ宝箱の位置を。あ、真上に1個あるね、真上に。だってもう左下リングや。ほんとだ、だいぶ下に逃げてきたよ。ああ、絶対無理今回に限ってはね。今回は無理っす、はいはいはい、え、だってまず俺クリアできないと思ってる。なるほど、ちなみにだけど普通に普通にクリアできない。まあかなり辛い、うん、正直かなり辛いこれ、うん、マジで辛い、うん、常に下に行 き続けないと、うん、なんで上行けないんだろうね、不思議だね。ナイス、見えねえんだよな、見えないね、難しいっすね見えねえんだよな。頼む月経中、俺に力を。 OK、 ナイスナイス。俺にだってさっきから月経中何回発動してるかって話よ。力と宝箱、ナイス宝箱、進化しない。さあ20分になったんで、あと1分であるかな。左へ向こうありますよ、宝箱、ちなみにですけどね。左へ、じゃあ左を探して、森、森は平気そうね、うん、まあ真ん中にだけ気をつけて、そうね、取れ、左に行きたいんだが、あー危ね、左上だ、左行く、ファイヤー、真上ぐらい、いいね、集めなくていいから、よっ、敵全然死なないけど、ね、やばいなやばいな、敵死なないな、全然死なない、だってファイヤーでさ、ファイヤー耐えられてるってのがきついね、全然死なないもんね、うん、いやー、いや、緑の地、敵、敵の硬い、ナイス、あー押し寄せられてるね、ゲージュ、よし、無理よ無理よ、ゲージュパワーがメイクアップした。ああ、クロックランセット、オーラに力を、あい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 、若い医者、行くぜクロックランセット。あー、まずい、これやばい、これはまずい、これやばい、これやばい、これはまずい、酪農21分はまずいぞ、クロックランセット、オーラに力を貸してくれ、やばい、破壊者、酪農21分きついです、捕まらなければどうということはない、これきついっす、酪農21分、先輩、当たらなければどうということはない、助けてください、結構きついっす、助けてください、経験値はすごい、うわやばい、ラガーバット、宝箱出てんな、あれアルカナかもしれないし、欲しい、今いるアルカナバットがアルカナバットかもしれない、あ、なるほど、あ、とりあえず取るか、OK、OK、アルカナ、さあ、本当だったら報復のアルカナを取ったらこいつの体力がすごい上がっていいんだけど、報復のアルカナってどれ、跳ね返しのやつ、あ、今の何、それは関係ないか、これは違うかな、これ、これはリロールだな、これはリロール、うん、回復のやつね、回復はいいかな、まあまあ、はいはい、うん、これでもないな、すごいアルカナの種類増えてきたな、うん、これだね、あー、まあ、いや関係なさすぎて草、これまあそうなんで、報復ダメージがないんだよね、ニンニクしかないし、ニンニクは進化しちゃうし、マンナイやるけどマンナイヤも進化させる予定だし、まあね、うん、素直にアウェイクかな今回は、うん、これをこれ用の構築にしてないっていうのがきついと思います、まあまあね、正直報復ダメージないもんな、うん、ニンニクしかない、でもニンニクは多分死ぬほど当たると思うけどね、はいはいはい、今のところ、いや、どっちかな、
ちょうど今ニンニクとソングオブマナだけレベルが低いから、宝箱取っても進化しないんだよね。じゃあこの間にライフ上限をめちゃくちゃ上げてしまえばいいという。うん、どういう条件で上がるのこれ。報復ダメージっていうのがあるらしいんですよ。報復ダメージで敵を倒したら最大 HP が 0.5 上がるんだよ。であのシグマでなんであんな HP が上がったかって、ビクトリーブレードに報復ダメージがあるんだよ、うん、だからそれも噛み合って。待って待って、報復ダメージって何。カウンター。でも武器にカウンターがついてるってよく分かんないんだよね。ああ、うん、取るか。一応取ってみるか。どんだけ上がるんだろう。今回マジで意味ないけど、まあこれで今ニンニクはあんまり上げない。ニンニクはあんまり上げずにな。はい、ソングマナ上げちゃうか。はい、ソングマナ、はい、すぐ上がりそう。よしよし。でもこれ報復ダメージ入ってますよ。入ってます入ってます。入ってる。報復ダメージ入ってます入ってます。何なんだろう報復ダメージって。分かんないです。一体何なんだろう。最大体力27のままだね、まだね。上がってない。何なんだろう。何なんだろう。でも報復ダメージって時期がダメージを受けたらじゃないんですよ。やはり。言い方的にはこんなのダメージなんて受けたくないけどね。ちょんちょっ、いや触れようとしなくても多分触れることになると思う。勝手にね、いつかね、うん、まだ27だね。そう、宝箱、宝箱どうしようかな。進化させる。もうすぐ何が進化するんだろう。ニンニクとソングオブマナ。ああ、ソングオブマナはドクロ取ってないのか、まだ。あ、そうか、ソングオブマナ進化しよう。ニンニクあげると進化しよう。ニンニク上げてから取るか、それともそんな余裕ないから取っちゃうか。ニンニク上げて取ると報復ダメージはなくなります。報復ダメージはなくなっちゃうのか。はい、どっちでもいいです。なるほど。でもまあもうニンニク上げて取っちゃう。そうしようか。報復ダメージなさそうだしな。あ、報復ダメージ。報復ダメージ。なんだよ報復ダメージって。本当に何。まあでもカウンターっていうぐらいだったら、そうなんだろうな。時期がダメージ受けたらなんだろうな。うん、SP27 のままだな。だから月桂樹とマジで相性が悪いんだ。なるほどね、防いじゃうからな。そう、はいはいはい、これで報復ダメージ効果なくなる。なくなると。はい、まあ SP27 のままを頑張んなきゃいけない。だったらアウェイクだったねっていうところ。まあね、まあまあ結果な、結果な、結果な。なんか落ち着いてきたね。でもね、月桂樹があるおかげか。いや、そんなことねえな。いつでも死ねるかな。そうね、死ぬことはできる。死ぬことはできるね。お、待てよ、これトローナボックスどうしよっか。まあそれの問題もある。トローナボックスどうするか問題な。ちなみにね、まあでもバニッシュで一応逃げれはする。ひよってるやついる。ひよってるやついるかと、うん、ここでこの状態でカースを。ひよってるやついる。この状態でカースを 100% 上げるかどうか問題ね、うん、まだ大丈夫だ。このボ宝箱一旦待つよ、うん、一旦待つよこの宝箱。はいはい、いや、いけんじゃねこれ。ひよってるやついる。これいけるっしょ。ひよってるやついる。まあ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 、1時間考えていいか。そこはかっこよくいねえよなっつっていけよ。いねえよな。かー、ほんとかなこれ。マジで。でもなんか倍になった感じはしないけどな。本当に倍になったわ。終わっちまったか。まあ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 、いやでもなんとかなんとかなんとか。おお、そっか、忘れてた。始まるんだった。待てよ。ちょっと今椅子まで。まだある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 。待って待って、どれ。破壊者やっぱり。破壊者あげてっか。破壊者いくか。オッケー。まだあるまだあるまだある。本当にまだあるぐらい。まだある、うん、いつでももうない。いつでも死ねる。いつでも SP27 だ。いつでももうないって言える。え、ちゃんと見た方がいいよレベルアップ。そうだね。何あげるか。まあ破壊者はエリアが上がるけど、攻撃力上がる。あと何があるみたいな。ベースエリア、まあ破壊者。破壊者する。破壊者信じすぎじゃない。破壊者強いもん。もう強いけどね。そんなトトロいたもんみたいな。アマウント。え、アマウントって何？ビーム1本増える。あ、ビーム1本増える？じゃあ、エリアかな。いらないかな。まあ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 。割と。これ何？
これはカペラマグナでもないな。カペラマグナのイベント戦、ね、こいつら出てこないよね、カペラマグナね、うん、触れた。いや大丈夫、なんとかベースマイト、まあ、火力が上がるなら。ああ、孫悟丸の範囲を広げてもいい。いや、破壊者。それでも僕は破壊者、信じてる、ね、破壊者を。すごい、もう何が起きてるかわからないや。でこれ本当は1回死んでスカルを狙いに行きたいんだけど、うん、1回死んでなんかやってたら、そんな場合ではない、そんな場合ではないんだよその1回死んでをちゃんとしなきゃいけない、やってる場合じゃないんだよな。スピード、ああなるほどなるほど、スピード、いや良さそう、アリス、うん、破壊者頼りのところあるよ、うん、今。ああなんか右上に変な女がやってきた、顔の周りに足が生えてる女がやってきた、出た、怖い怖い怖い、これは触れちゃさすがにまずい。なんだ今の音、なんか変なポーンと落としたね今ね。まあ軽く上げていきましょう。え、なんだ今の、なんか変な落としたよね。なんだったろう、こいつは耐性あんのかな、画面内に入れないと良くないんじゃない。確かに、ソンゴマラのデュレーションプラス 100%。 あ、これ強いな。デュレーションって何、効果時間、ん、持続時間2倍。あ、すごいね急に。まあ軽く上げてくか。あー、まだ来てる、まだあの女来てる。あ、女死んだ、死んだ。これ取る意味もない、でも意味もないね、うん、オッケー。すごい寄ってきた寄ってきた、クロックランセットも海を泳いでるよ。いや困ったね。最初の火力を上げて、これなんか孫悟マナの遅延マジで大事だと思うから。はいはいはい、あ、違う、万内やか遅延があるのは今ないのか、ね、今ないね。だから死んだらもう慌ててスカル取って万内野にして相手遅くしてみたいな。なるほどね。まあ一番いいのは死なないことだな、さすがにエリア。じゃあちょっと宝箱視界に入れ、何これ、何これ、ああ、これあれか、あれだ、カペラだ。うわー、え、カペラ最後こんなの、カペラ最後これ。あー、そっか。スピード上げよう。カペラ最後こんなの、俺カペラクリアしたことないな、多分。いや見てない見てないんだよきっとカペラ。エラー、そうこんなだっけ、こんなだよ最後。あのプレイヤブルキャラクターの、うん、そのゾンビバージョンみたいなのがいっぱい、なんか闘技場みたいな外側にいた印象しかない。ああ、確かにそれいるね、闘技場の外にもいるねこいつらね。でもペンタグラムには勝てねえんだこいつらも。なんとかでもなってるな、うん、いけんのかまさか。ああ、可能性あるよこれ。つらかった、マジでつらかった、本当に途中が。よく HP、 いや結局 HP27 27なんだ、うん、意味ねえもん、あのマジで意味ねえ本当に意味ね、最大体力を上げるために取ったアルカナが、うんうん、一切機能してないっていう。だからまあ食らったらなんだろう。だ途中あの食らいまくってる時に取ってれば、はいはいはい、取り増やすとかわけわかんないことしてなければワンちゃんもうちょっと体力あったかもしれない、ね、そう、もうちょっと体力あったかもしれない、はい、あー、28分これラップのガロタ、ガロタ、これ待って、カニがいる、もしかしてこれ、あ、キメラがいるのか、キメラね、うん、びっくりした、カニはいないよな、大丈夫大丈夫大丈夫、海を渡れ海を渡れ、ボスだけ気をつけて、オッケー。ボス、このボスも止まるタイプね、やっべ、クロット大丈夫大丈夫大丈夫、クロックランセットの海を渡る、うん、オッケー。強え本当にクロックランセットかな、うん、最後まで強え、このクロックランセット結局強かった。だってこれやって負けたことなくないないクロックランセットやって負けたことない。でも全部これになっちゃうんだよな。まあね、まあ、それは誰かね、すごい最初の方の動画で言ってたんだよ、うん、あー、これが強いよって。クロックランセットはもう、うん、なんかうちら多分ね弱いみたいなこと言ってたんだよね、はい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 、その時はまだしあんまやってなくて、あんまなくて、そう。でもなんかクロックランセットはなんかもう本当にぶっ壊れですよ、意味がなくなるぐらい強いっすね、はいはいはい、今ならわかる、うん、今ならわかる、強いものだって、うん、ここ泳いでるだけでいいよね、うん、クロックランセットの海を。あ、あ、そう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 、ちょっと待って、ちょっと待って、重い重い重い、ちょっと、まさか、ちょっと重い、ちょっと重い、まさか、ちょっと重い、お前の最新 PC が、あ、ちょっと重い、ちょっと重いあ、すごいや、あー、すごいやあー、あ、もうランダムでいいや、あー、ランダムね、はいはい、めちゃくちゃ上がった。あー、懐かしいな、この映像ね、え、最初じゃん、一番最初だね、鳥がすごいや、鳥がすごいやって言うけど、もう当時の俺らに今の状況見せてやりたいよこうなりますっつって下に変な紋章を描いてな、おお、すごいやこれはすごい、あー、鳥5匹いますっつってね、あ
いやー耐えたね。すごいね、危ねー。絶対クリアできないと思った。ね、行ったね。なんとかティラミスも一残し、はい、ティラミス一残し。素晴らしいわ。三死な。いやーよかった。まあドグラは取れなかったけど。鳥でなんとかなってますこれ。あー鳥強。はい、あ死骸も来てくれて。おっと。そうかそうか。クロックランセット月桂樹か俺。はい。はい、わあ。まあ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 。なるほどね。なるほどなるほどなるほど。でも反射のアルカナもダメージ与えてるな。1.4K ですよ。だこの 1.4K で、うん、あの敵を倒せば最大 HP が 0.5 ずつ増えてって、はい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 、で倒せてないんだな。そうだね、反射ダメージで倒してないっていう、ね、あなるほどね。だ最初のうちに取っとけば、うん、まあそこそこ HP が あの確保できて、でこいつリジェネがすごいから、うん、まあ、少し食らってもすぐバーって回復するっていう、でそういう多分テーマだと思うんだねこいつは。でも最初に気になるポイントいいっすか。はいはいはい。漆黒の翼のレベルなんな、こいつの漆黒のレベルの追加のやつが7。いや漆黒の翼も7。漆黒の翼も7。本当だ、うん、あれ漆黒の翼って8マックスだよね。うん、バグってたんじゃないあれ。まあ、うん、漆黒の翼とビジョンで、まあ、2体ずついるのはこいつが武器がね、まあまあまあ、あるからだよね、最初から。そうね、うん、なんだろうね、うん、気になります。私これは気になりますね。はい、まあ、そこら辺も後々解明できたらいいなということで、はい、まあ、今日は終わりだと思います。はい、はい、ご視聴ありがとうございました。